かつて、板野駅に設置されていた、優先放送電話かつて清井川駅に設置されていた、高額優先放送の公衆電話電話機と、電話帳のアップ優先放送電話は、農業共同組合、漁業共同組合、市町村などの地域団体によって設置される、地域内の固定電話券放送設備。一般には、優先放送、優先電話、優先と略される。通常、 放送及び通話には端末として優先放送電話機を用いるが施設の改修により電話機とスピーカーが別々となっている施設が多く電話機もデジタル仕様のプッシュ式が主流であるまた地域ごとの優先放送施設が共同施設協会を組織して電話機や放送スピーカーを共同仕入れし相互に設備調達や共同番組を制作したり相互通話 共同施設協会からの共通放送を実施している地域もある。昨今の光電話の普及により、停電時の電話利用、緊急通報ができないことを懸念し、携帯電話とは別に、独自回線である優先放送電話の設置により、非常時の通話手段として見直されている。特に、長野県内では、2019年の台風19号災害においては、地元のラジオやテレビよりも、 地域密着ならではの細やかな避難情報を早急に発信。また、屋外防災行政無線との連動放送で多くの地域住民の命を救った。これにより優先放送電話が改めて災害時に必要な設備であると地域住民から見直されている。かつては優先放送電話に関する法律第2条第1項に優先ラジオ放送の業務を行うための優先。 電気通信設備及びこれに付知する掃除脇その他の優先電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他これらの優先電気通信設備を他人の通信のように供することを優先放送電話へ務とこれを提供する業務を優先放送電話事業と定義し、運営主体が各種料金や業務の利用条件を定める約款はこの方に基づき定められていた。 1960から1970年代にかけて、日本電信電話公社の一般加入電話が普及していない農林漁村で市町村地域内の放送業務、地域内の音声通話等を行い、生活改善をする目的で設置されていた、いわばアナログ音声を使用した欄である、加入者相互間の通話料は多くが定額であり、加入工事費、月額基本料金も、 一般加入電話より安かった。また、通話地域制限府であるが、電電公社の回線との接続による区域外通話も行われていた。昭和30年代、40年代前半は、農林漁村では、郵便局備え付けで、手動式だった電話交換機の電報電話局による自動化が進行し、一般加入電話が普及したことから、1980年代以降、 まず地域内の音声通話や電電校舎との接続を廃止する地域が続出し、区域内の放送業務、音声通話が残った地域も電話交換機の製造が激減して、老朽化した設備の更新に費用がかさむ問題から、1990年代中盤以降に地域内の放送業務を市町村、防災行政無線やオフトーク通信に転換したところが多い。また、 ケーブルテレビにその役割を引き継いだ地域もある。優先放送電話の主たる業務は放送業務と通話業務である。全個一斉、地区別放送を加入電話機付属や屋外設置のスピーカーでできるのが特徴で、放送中は緊急通報以外の通話は割り込ませない運用になっていた。現在は放送中の通話や着信も可能な施設が多い。放送業務は市町村、 観光所、自治会、農協、その他各種公共団体からの広報事項の伝達を主体とする。警察署からは、行方不明者捜索のお願い、交通事故防止あるいは交通規制のお知らせ、不審者、詐欺商法への注意などの防犯放送、消防署、消防団などからは地震、津波、火災などの非常災害時の緊急防災に関する連絡がなされている。また、 緊急防災、J アラートに関する放送は、屋外の防災行政無線放送設備と連動して放送される例が多い。その際、スピーカーのボリュームが最大音量になるシステムが採用されている施設も多い。また、定時放送としては、天気予報、交通情報、奥闇等の地域情報、市町村、農協、漁協からの広報、NHK、 民放のラジオの再送信、ミュージックバードの再送信も行っている。また、ラジオ等の再送信については、特殊番号のプッシュにより、オンデマンド方式により、スピーカーから選択した放送が流れる仕組みを採用した施設もある。ただし、設置されたスピーカーは、モノラルスピーカーであるため、音質は、スピーカーの能力による、小中学校を取材した番組も多く、 小学校入学を機に加入する世帯も少なからずある。また、優先放送電話の加入案内には、子供の上層教育に通話料を気にせず電話を使わせることを推奨する施設もある。農林漁村の生活リズムに合わせた編成が行われていたが、都市化、サラリーマンの増加などで早朝からの一斉放送が、迷惑との利用者の意見が出るようになった。 一斉停止放送の番組の例利用者が選択できる4から8チャンネルの放送をしたり、屋外や加入者端末のスピーカーで加入者が営利、宣伝を目的としない呼び出しを行える地区もある。現在この業務は市町村防災行政無線やケーブルテレビコミュニティ FM に発展解消している地域が主である。電話のかけ方は一般電話とほぼ同じである。通話には 一般電話の電話番号ではなく、回線番号と個別番号から構成される、専用の特別な番号で呼び出しを行う。そのため、定期的に番号簿が加入者に配布される。ただし、一部の事業者においては、NTT 東日本、NTT 西日本の契約を持っている契約者の場合には、市外局番を除いた電話番号がそのまま付与されている場合もあり、その場合には、 NTT 回線を使った、市内通話と同じ感覚で使用可能となる。また、警察や消防など緊急電話番号については、一般電話と同じように警察については110番、消防については119番を優先番号に設定している場合が多かった。ダイヤル自動改善は、交換手に相手の名前を伝えて、通話申し込みをする人も多かった。 加入者線を3から10の加入者で共用する、共同電話であるものがほとんどで、初期のものは放送機能で加入者の呼び出しを行い、非は機能もなかった。後に、個別呼び出し、非は機能、ダイヤル即時自動化が実現された。また最近では、後日の IP 電話化に伴えた事業者宛ての通話や、携帯電話への通話ができる場合もある。単独電話化、放送と通話の分離、 最大アル、短縮ダイヤルキャッチ本、転送、不在転送、三者通話、電話会議などの付加機能が実現されたものもある。また、市販のプッシュ式コードレス電話機、ファクシュミリを接続可能なように分岐装置を導入したものもある。通話が定額制であることを生かして、聞き逃した一斉放送の再聴取、当番異情報、ワンポイント英会話などのテレホンサービス、 ラジオ放送の再送信や衛星ラジオサービスの再送信を充実させている施設も多い。優先放送電話加入者のみと通話可能な無料公衆電話を設置している地域もある。公衆優先電話の場合、基本的には契約者宛てにしか発信できないが、NTT 市内通話や IP 電話網への発信を規制していない事例も存在する。また、特殊番号による ダイヤル操作でページング放送ができ、加入者宅の電話機から指定及び全域へのページング放送が許可されている施設もある。現存する施設では、2000年代に入り、定額制ダイヤルアップ接続や ADSL によるブロードバンドインターネット接続の足回りとしても活用されている施設も多い。IP 電話、インターネット電話による他地域の優先放送電話、 一般電話との接続通話が行われるようになっている。また、中継網の光ケーブル VOIP 化が行われた地域もある。前述の ADSL を活用して映画配信のオンデマンド接続サービスを提供している事業者もある。機器接続のレースプリッタ ADSL モデムコンピュータ等、分岐装置市販の電話機、スピーカー、1939年頃より、 施設電話の携帯で開始されたとされている。放送機能を持ったものは、1944年に、千葉県の亀山村の防空監視所、一般家庭で、時田光により行われた、ラジオ共同聴取が最初とされる。1949年に近隣である、松岡村の大津はじめにより、通話機能を持ったものに改良され、1956年までに、現在の君津市の地域に拡大された。 1957年の優先放送電話に関する法律の施行により、郵政大臣許可により正式に日本全国で運用が始まった。1964年に公社電話への接続通話、1985年に隣接市町村の優先放送電話との相互接続が解禁された。また、自動電話交換機の導入に対して、 電電公社の妨害があったとの説もある。1969年に322万端末でピークに達した。その後、1958年に電電公社が開始した地域団体加入電話への置き換え、一般加入電話の普及、1985年以降の NTT の発足などの電気通信事業の自由化によるほか、事業者の参入などで通話が減り、 放送業務が中心となっていった。1980年代には、同法無線、1988年開始のオフトーク、通信、1992年開始のコミュニティ放送、2000年代に入り、ケーブルテレビ FTTH による IP 放送などの他の通信インフラストラクチャーへ、放送業務も置き換えが進み、老朽した。 設備の更新費用の負担問題などから廃止された地域も多い。1997年9月より長野県稲市の稲市優先放送農業共同組合で DSL 利用実験が行われた。NTT 東、西の電話回線より通信線路の新線が太く抵抗値が低く ISDN がなかったためである。以後、各地で ADSL サービスが行われるようになった。 現在も長野県を中心に有線放送電話施設経由のインターネット ADSL 接続が実施されている。2011年3月31日、新潟県村上市の KNH 神林農事放送局が1957年7月より54年に渡り運営してきた有線放送、有線電話事業を完全に終了した。2011年6月30日、 全面改正された放送法の施行により、優先放送電話に関する法律は廃止されたが、放送法の平成22年法律第65号による、改正不足第7条には、施行日において現に優先放送電話業務の許可を受けている者に対する優先放送電話に関する、法律及び電気通信事業法の適用について、なお、従前の例による、胸の経過措置が定められている。 2015年3月31日に、香川県高松市の高松市優先放送電話協会が廃業したが、多数の電柱やケーブルの撤去費用が捻出できないことから、6月1日付で破産手続き開始決定となった。ありがとうございます。